このタラもね、実は夏に自分でね、DIY してね、これ作ったの。だいたいね、4畳半ぐらいのエリアなのかな。湿気とか、もう沖縄の梅雨半端じゃなくて、秒でカビるんですよ。なので、もうこれ以上買ったらもう多分家倒壊するんじゃないかって思うぐらいの、皆さんこんにちは、デリバです。本日はですね、いつもとちょっと違ったロケーションでの撮影となるんですけれども、私の自宅でございます。やだー本日は私のですね、ワードローブを皆様にですね、お願いされてもいないのに私の方から勝手に見せてしまうということでございまして、クローゼットツアーさせていただこうと思います。なんか皆さんよくやってるでしょね、なんかこう、あのカビ臭いかもということで、デリバ亭のクローゼットツアー、それではなりますよ、レッツということで、こちらのですね、奥がクローゼットになっておりますので、いざオープンドベニヤ板、イエーイわーすごい、パンパンエッチの前の私のチッコと同じくらいパンパン。こちらがですね、私のお洋服が保管してあるクローゼットでございます。だいたいね、4畳半ぐらいのエリアなのかな。そこを自分で DIY して、このラックとかも、これこっちかな、こっちかな、このラック、2段のラックがガーってあるんですけど、これはですね、ホームセンターでですね、こういうパイプとか買ってきて、これ自分で作ったの私。暇ね汚れすぎちゃったお洋服とか、もう破けちゃったお洋服以外は基本的にね、捨てたことがないんですよねなのでもうたまる一方だから、服だけはね、一番にね、捨てたことがあんまりないからね、たまりにたまってるわけなので、ちょっと少しずつね、ご紹介していこうと思いますので、ねえカメラマンさんね、え この後私のことどうするつもりで、ちょっとおかやだ私のちょっと見たいの、いいよ、一応ね、 A ダッシュぐらいはあるよ多分、カップ数ということで、ですね、この手前からじゃあね、じゅんぐりにご紹介していこうかな。手前のラックは基本的にこうタンクトップと、あとロンティー、上段が、あとノースリーブとかで、たまにこうレザーとかが入ってるんですけど、レザーはね、奥の方に保管しておくと、湿気とか、もう沖縄の梅雨半端じゃなくて、もうレザーアイテムとかをこもったところに置いとくと秒でカビるんですよ。なのでレザーアイテムとかは割とこういう、なんて言うんだろう、空気をさらされるところにちょっとポイントポイントで入れてあるんですけど、あとは下は T シャツ、こっちが T シャツで、こっち側が、ニットもので、私はちょっともうかけちゃって、最近なんかビッグサイズとかが結構好きなので、結構こうニットもそのハンギングしてこうかけちゃうんですけど、ちょっと伸びるのがちょっと嫌っていう人はハンガーにかけて吊るすのはやっぱおすすめしないので、なので畳んでこうタンスに入れたりとかがおすすめなんですけど、私はもうね、安いのいっぱい買う派なので、もうかけちゃってます。でこっちがシャツとか、あとはまあトレーナーとか、そういうのをなんかかけてるかな。大体の大分類で分けておくと、なんかあれどこにあったっけっていうのが、こんだけ物が多いと迷いがあまりないので、結構なんかこうそのままスパスパスパってなんか元あった場所に戻せるように自分の中で把握しながら、まあ大体そのシャツとトレーナーとかスウェット系とかはこっちにかけようかなみたいな思ってるかな。その下段が今度パンツ、ボトムスです。でパンパンに入ってるね前に私 YouTube で、例えばシャツとかはシワになりたくない人は前と後ろをしっかり開けましょうねって言ったんで、もう見て有言不実行全然やってない。でも私はね、お出かけ前にアイロンをかけてから出かける派なので、結構ね、質より量みたいな、なので結構パンパンに入れちゃってるんですけど、パンツも同じです。例えばこういうシワになりやすいスラックスとかを、これなんかちょっとポリエステル素材なんですけど、こういうのを畳んで保管しちゃうと、太もも部分とふくらはぎ部分、いや三つ折りにするとこう横じわができちゃうでしょ。そういうのがちょっと嫌なので、私はなので、もう最初からシワになりにくい保存方法っていう意味では、パンツの丈を全部床にこう引っかからないぐらいの高さにこのバーを設定して、このバーをあるの、ほら開いたバーがね、でシワに極力ならないようにこうハンギングして保管してるという感じですかね。
こっちが膝丈以上のロング丈のコートだったりとか、あとはまあ、あの獣医療だね、これ沖縄でいつ使うのぐらいの本当思わかんだけど、結構ね、あの東京にお邪魔したりとかすることもあるので、沖縄ではもうほとんど使わないんですけど、冬物医療を使うことがやっぱりどうしてもお仕事柄あったりとかするので、こういった獣医療も捨てずに取っといてますね。あとまあこういうモンチキ袴とかこれね、まあイベントの時にさ、マッチョが来たのよこれ。なんもさ、あーもうもうさ、もう洗わないでお返ししちゃった。こっちが、丈の短いジャケットとかアウター類ですね。で、下がテーラードジャケットとか、あとはGジャンとかブルゾンみたいなものが一応置いてあります。なんかこう、クローゼットをこんなラックに置きしてるのっていうのは、まあ、特に T シャツとかジャケットとかであるんですけど、シャツとかもそうなんですけど、お洗濯もハンガーで吊るすじゃん。干し終わったらそのまましまえるじゃん。畳まなくていいし、一回ハンガーから脅してもう一回畳んでタンスでしまうじゃなくて、干した状態でこのままもう置けるっていう、そういうのがあると効率もいいし、シワもほとんど軽減されるっていうのがあって、結構正解。私なんか汗だくになってんだね。ねえ、ちょ、やらしくないっていうね、利点があるので、T シャツ類とかシャツ類をハンガーとかクローゼットのこのハンガーにかけて保管するっていうのはね、結構ね、生活効率が良くなるので、ね、結構ね、おすすめだったりします。ね、今こっちのアウターの話してるのね、シャツの話してたらごめんね。で、こちらの棚なんですけど、この棚もね、実は夏に自分でね、DIY してね、これ作ったの。これね、全部でね、4段あるの、すごいのよ。上から、ちょっと待ってよ。ちょっと、そこ、許可取ってよ、取るって。ね、見せたがりです。ありがとうございます。これね、ここはね、全部ショートパンツ。で、下は、畳んでても、遜色のないパンツ、例えば、ジーパンとか、ジャージとか、スウェットとか、畳んでてもシワにならないようなものをこう畳んで置いてる感じかな。ちょっと物が本当に溢れてるので、本当に収納力を上げないと、もうこれ以上買ったらもう多分家倒壊するんじゃないかと思うぐらいの物量なのでね、ちょっとこういろいろ考えながら買ってはおりますけれども、やっぱりね、物欲は止められないじゃん、性欲と同じで。だからさ、でも私はね、収納力を上げてみせる。だからほら、もう見て、これ上もう一段詰めるわけ、これ作れば。だから、ね、まだセフレフレ、間違えた、商品買うもの増やせれるから、まだまだいっぱいよく買うぞ。続きまして、サングラスです。こちら多すぎしかももう一段上にも半分もうしてないのしてませんげん。そうなんですよ。なんか団長の思いで買ったバカ高いものから、本当に100円ぐらいでなんかこうせしめたちょっと安いものまで、高い安いじゃなくて自分の顔に合ってたらもうちょっと欲しくなってしまうので、そしたらこんなに増えてしまいましたですけど、なんか結構ね、最近はこういうクリアかける金縁のメガネだったりとか、なんかこういうのにちょっとね、痛くハマってきてしまいまして、同じようなものをね、ザーって買ってる。どれか一個でいいのにねこれ多分母ちゃんとかいたら、どれか一つにしなさいって多分言われると思うんだけど、でもだって違う、見てほら、違うじゃない、デザイン、これとこれほぼ同じぐらいの形でもさ、違うじゃん。だからね、どっちも買っちゃうの。でもこれなんか2000円ぐらいだったし、これでもね、カザールだったので、カザールだったのでちょっとこれはね、その月の食費はかなり抑えて生活したんですけど、そういうのでこうラインナップが増えに増えていって、でこんな感じになっちゃいました。でもね、あるに越したことはないのよ。あの数持ってた方が、あのセフレと一緒でねあれ違かったっけ。どう、あの物があるとおしゃれもね、本当にメガネの分だけ楽しめると思いますのでね、私はね、あのあんまり物を捨てないことをお勧めしちゃいますよ。ゲイマー松本伊代です。こちらがですね、私のね、お気に入りのね、香水群ですね。香水をね、数持つ人はね、浮気症だっていう話がね、なんかそういうなんかジンクスとか噂があるんですけどね、失礼な話よね。あのね、合ってるのもうね、いろんな殿方といろんな香水をね、持ち合わせたい今ね、ものすごく使ってる香水はね、これとこれかな、メンツァーと、こちら結構もう皆さんね、知ってるかもしれない、こちらのね、このジョーマローン。これピント合ってるかな、これピント合ってる、ピント合ってなこれね、あのジョーマローンなのよこれもすごいね、お気に入りですね。あと結構昔からね、長く使って
るのがね、これがね、結構こうスパイシーな匂いで、私はすごくおすすめなんですけど、これね、サンタマリアノベッラっていうフィレンツェのブランドなんですけど、このね、香水はね、とてもおすすめです。もともとメディチ家の時代かな、1600年代かな。の、サンタマリアノベラ大聖堂っていうでっかい教会の中に薬局があったの、お薬屋さんが。そこの薬師の方たちが調合してるポプリとかそういうお薬から元になってできた匂いなので、これはだからもうね、だってのぐらい1600年だから400年ぐらいある匂いなのかな。本当にこれ違かったらこのね、ブランドさんから思いっきり怒られるだろうねっていうあの話を昔先輩から聞いたことがあります。もしなんかこれ間違ったら先輩のことをどうしましょうね。沖縄はですね、現在、気温が何度、54度だかしら。もう見てこのほら、生理的にみんなが受け付けなくなるような汗じみ気持ち悪いね。そう、フェラーリみたいな形になってきた。もうということで、ここはですね、私のシューズ置き場多すぎー。だからもうちょっと待ってってば、もうなんですよ。まあ自分の趣味もありながら、その壁と申しますか、そういうのがあって、結構こういうね、なんていうかこうピンヒールとかがあるんですけど、上ここにねキャップがあって、で上は結構こうピンヒールとか、あとはまあ冬に履くムートンブーツ、アグとかがこう置いてあるんですけど、あとはここから下が普通に断層の時に着るやつ、履くやつか、このスニーカーとかね。ほら皆さん履きますよ、履きますよ一応履きますよ皆さんなので、結構ねこよなく愛してるスニーカーだったりとか、まあレザーシューズだったりとかを、まあ、こちらに置いて、梅雨時とかは中にこの新聞紙入れたりとか、あとはまあ新聞紙入れるとこの湿気取りにもなってくれて、10円を入れると消臭効果があるので、だから結構こう梅雨時とかには新聞紙と10円をこの靴の中にガガガッと入れて、結構こうその湿気対策とかカビ対策みたいにしてここで保管してますということで、僕はちょっとお出かけに行こうと思いますので、ちょっとそこらを行くのにね、あのお友達とね、お酒を飲みに行くためのおしゃれコーデなんかをこの中から今日しちゃおうかななんて思ってますよ。ということで、それでは着替えたいと思います。せーの、まあじゃーん。ということで、クローゼットツアーいかがだったでしょうか。まだですね、私のご自宅どのくらいあるかな、1エーカーぐらいあるっけ、うちの土地ねまだね、見せてない土地が、ね、いっぱいございますので、あのお部屋とかをね見ていただきたいなと思いますので、今度はちょっとルームツアーなんかもさせてもらっちゃおうかななんて思っております。これからですね、その YouTube ライブなるものもですね、ちょっと私興味津々でございますので、これからちょっと抜き打ちとかでやっちゃうかもしれないので、その時には皆さんぜひともご覧になってみてくださいね。ということで、お出かけに行ってまいります。それでは皆さん、じゃあねー、なんとかとかなんとかよろしくねー